どうも、本日ポケモンオーラスにおけるレーティングマッチが最終日を迎えております。で、今現状レートで選択して一応潜れたんですけど、なんかレギュレーションの更新って言われて、なんか1500に戻りました。で、対戦相手のこのヤスカンさんもさっき見たら1500になってました。これ仕様なのかな、最終日特有のそういう仕様になってるのかもしれません。で、現在ですね、11時半です。残るところ本日も、30分しかないという中で、ちょっとまあ本当にまあ記念になっちゃうんだけど、ちょっとまあせっかくだから潜ろうかなと思ってこういったパーティーで来ました。はい、パルシェン、エーフィー、シザリガ、ペンドラ、ニドグニ、ウルガモスと。で、対戦相手が、コータスで、ゴチルゼル、ミミロップ、カバルドン、ベロリンガで、なんだっけ、ドラミドロか。なかなかね、ちょっと面白いパーティーを使ってきてるんですけども、まあこちらがまず選手だけ決めちゃうか。ペンドラ、シザリがいけそうだな。あ、でもゴチーゼルがいんのか。ただゴチーゼルに対してペンドラやっぱり強く出れるんで、これはいいと思う。ペンドラ、シザリが、で、パルシェンでいこう。オッケー。と今、ですね、レーティングが、システムが本当に今、まだ稼働してるのかちょっと調べてみます、ツイッターとかで。はい、対戦よろしくお願いします。ちょっと待ってな。ポケモンオーラスでしょ？ポケモンオーラス、レート。シーズン17が終わったってこと？シーズン17が終わっちゃったのか？シーズン17終わっ、てか終わってんのもう、なんかちょっとわかんねえよく。とりあえずもう戦おう、とりあえずな。はい。では、身狩りをします。まあ、あとね、ちょっと皆さんにちょっと謝らないといけないのが、俺多分このやっぱオラスレートに挑むに当たって、結構初期の頃に、まあ2000行きますとか、トップ取りますとか、すごい豪語してたんだよね。で、結果として、最高で確か1700ぐらいしか行けなかった。っていうのがもう正直なところです。はい。一応その XY のレートでは1900近くまではいけたんですけども、どうしてもやっぱその今のポケモンの仕様であったり環境であったりのにもうついていくことができずに、まあなんだろう、すごいなんか応援してくださってるちょっと皆さんには申し訳ない結果をねお見せすることになってしまっていたと思います。本当に申し訳ありませんでした。まあなんかなんでしょうね、どうしてもそのまあ自分はやっぱいろんなポケモンを使っていろんなポケモンが見たくて、なんかそういういろいろまあ一試合一試合やっぱ一期一会っていうそういうのをポケモンに求めすぎた節があるんですよね、正直な話。だからやっぱりフリーマッチばかりにやってな、動画とかも基本フリーじゃないですか自分は。で、やっぱりレートを全然やれてなかったっていうのが正直なところとしてあります。まあなんでしょうね、やっぱりどうしてもレーティングになると、まあそういう人ばかりじゃないと思うんですけど、やっぱり同じようなメンツに毎回当たって、同じ、なんだろうな。戦略性がもっと、やってなかった。自分が言うのも、その失礼かもしれないけど、もう少し、なんだ、いろんなポケモンが活躍できる環境だったらよかったなっていうのが、やっぱ自分の正直な感想なんですよね。今、オーラスレートに対して。まあだからこそ、そういった意味では、やっぱりサンムーンに対する期待は、人一倍あるし、あっと、ここは、これはいいですね。シザリガーが解放者を受けて、やけどもしない。クラブハンマーを頭から打ちます。あれ、頑丈なんだっけ？あ、違うわ。オッケー。角一。まあこいつ、物理取得値が140あるけど、さすがにまあ、鶴舞一回、そんな適応力クラブハンマー耐えられんよ。抜群で。オッケー。で、このミドップに対しても、頭から多分殴れるんで、行こうかなと。まあ、クラブハンマーでいい。まあ、ちょっと話止まっちゃったけど、まあ、そういう感じですね。まあ、今の自分もとにかく、まあ、レーティング終わったと。中で、もう次に対する期待しかないです。はい。俺にとってやっぱりこのオーラスレートっていうのは、その、あまりその、思い入れが深いというわけではない、正直。うん。
だからこそ次に対する期待、そして次はもっとレートに対して意欲的になって頑張りたいなっていう自分の決意がありますね。はい、クラブハマ打ちます。なんかしんみりとした感想を語るのか真面目に対するのかどっちかっていう、これ普通に取材以外でさ3打でいけそうなんだけど。ただまだフリー自体は続くみたいだから、フリーマッチは今後も続けていきます。はい、もちろんこれも畑落とすで角1やろ、くたばれ。いや、こういう時に限って決まんねんな、このシザリーが。あのね、このバトン決まった時のもう恐ろしさやばいからね、突破力半端ないんですよこいつ。攻撃範囲も広いし、先制技もあるから、ファイアローとかにも強いし、 S 詰めまだってさ、ファイアローのブレバーにも先手取れるしさ、本当恐ろしいんだよな。こういうのはもっとレッドとかでバンバン使ってあげたかったですね。はい、マッチングいたしました。アブヒコウさん、ハッサム、エルフン、ギャラドス、リザードン、ギルガルド、そしてボルトロスということで、ポケモン、ちょっと待って、ポケモンオーラス、ちょっと待って、これほんまに冷凍終わったんですよね。なんかツイッター見るとすでになんか冷凍はもう終わってるみたいな感じで、なんで潜れんのやろ。冷凍自体終わったけど、レーティングっていうこの手ではなんかまだ潜れる状態あるみたい。だから今潜れてるらしい。これがいつ終わるかわからんってことか。まあ、とりあえず対戦楽しみましょう。はい。これはね、もうエイフィ、もう俺が今冷凍で基本的に使ってた組み合わせで行こうかなと。せやな、そう考えたら第6世代俺が一番いけたのが1850何本とかやったよな。あの時確かガッサとか使って、ガッサとかサメ肌とかその辺うまく使って、あーっと色違いや、うまく使ってなんだかんだあそこまで流れてんけど、途中でやっぱ厳しいってなってやめちゃったんやったかな、確かな。あの時やめなきゃっていう後悔はあるかもしれないですね。まあとりあえずここはエイフィーで壁を張っていきます。バトルスイッチ、うわー、やっぱ特殊の方か、まだやよな、これ多分耐える。よし、耐えた。ただこの後影打ちで落ちるねんけど、まあ、まあ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 しゃあない、これはしゃあない、これはこれで OK です。よし、そしたら返しでウルガモス出しましょう。超前積むか、ギルガルド引っ込めた、お相手は不利だと判断し、うわー出たよギャラー。まあでもリフレクター張っとるから、ここ二通りの選択があるような、このままガモスでもゴリ押すか、今からでも遅くないっつってパルシャ、あ、パルに変えようか。絶対その方がいい。一旦だけ様子見る、一旦だけ。でもそれで遅いか、でも超前連打してギガドレーン打てば何とか、でもね、威力75じゃ無理やな。ここちょっとパルに変えましょう。仮にガモスが突破された場合、もうどうしようもないんで、ギルガルド。パルじゃ多分突破できないから。うわ、滝登り普通に打っていきたい。まあこれだ。多分ね、5ぐらいしか効かない、5ぐらいしか。ああ、10効いた。9効いた。じゃ11効いた。よし、そしたら殻を破るをここで打っていきますか。一番嫌なんがやっぱデンジャーとかやな。ギャラがさ、デンジャー覚える理由がマジわけわからんねんけど、ほんまにね、ちょっと今やから言わせてくれ、もうデンジャーマジクソ、あの技ほんまに萎えるかやめてほしい。なんで鬼火とか毒毒が命中100じゃないのにね、マイっていう、しかも一番
効果の重い技がなぜ 100% であらゆるポケモンが覚えられるのかまで理解に苦しんでるんですよ俺。おかしいやろと。で麻痺もね、でちょこれだけ言わせてくれほんまに、その素早さが25%になると、もうそれだけで十分凶悪じゃないですか。だってカビゴンがサンダースを抜けるようになんねんで、そんぐらいの破壊力を持って、なおかつね、同じく25分の1で動けなくなるって意味がわからないねマジで。うん、どういうことなんあれ、ほんま大なさい、直してくれよあのバグ。バグでしょあんな、ほんまに。俺もう今までその麻痺がバグって言ってきても ネタじゃなくてももうガチで言うてるから、あれはもう正真正銘のバグやし、あんなんで負けた方も悔しいし勝った方も納得できへんって絶対にね。お互いの気分悪くするだけの性能で、あのくすだけのあの後悔から、マジでもうやめるべきやわ。前消してくれほんまに。うわーきついなこれ、パルシェン突破されてもうた。やったらもうガモスがちょっと爪だけ積んでみようか。まあ多分結果的にはまああそこやっぱ変えない方がよかったな。で多分ギャラでしょまた。だからワンジャン滝登りで炎の体発動とかあり得るんで、まだちょっと諦めずに粘っています。諦めずに粘る、ここはもう一回積もう。壁があるうちはちょっと積んでいこう。滝登りさあどんぐらい持っていかれるか。壁があってもこれか。そしてやけどもしないとなると、これはもうきついというか、もうきついというか、もうほぼ負けやろ。あーでも意外といった。それだって壁込みであんだけ食らったから、壁なしになったらもうきついんちゃうかこれ、さすがに無理やんな。あー無理や。さっきのでもしやけどしてくれてたらまだ分かんなかったな。ちょっと厳しかったです。対戦ありがとうございました。はい、対戦相手は斉藤茶さんです。ルカリオ、レアコイル、サザンドラ、エーフィー、キューコン、ギャラダス。あえてレアコイルで止めるっていうね。サザンドラか。でもなんか結構砕けたパーティーが多いな今日は。もうレーティング終わったからっていうところで、なんかもうお祭りみたいな感じだから今。どうなんでしょう。さっきみたいにシュタリガーのコンボ決められたらええねんけど、ちょっときついな。二度クイーン先方出してみるか、いきなり。いや、レアコイル来た時に二度クイーン出そう。ってことは、ここはちょっと先方は、強気に、ガモス、で、ガモス、シザリガ、二度クイーン。あえてペンドラとエフィを外す。うん。レアコイルか。ちょっとここはやはり二度クイーンに交換します。受けていく。完了、よし。多分レアコイルをねここで止める、このレアコイルのまま止める人ってもう多分まあ概ねスカーフなんですよ。磁場コイルより素早さ10高いんで、それを生かしたこだわりスカーフ型が多い。そこでピンポイントで呼んでいくと、まあ多分ここ交換してくる。なんで交換読みでヘドロウェーブ打ちます。やはり多分浮いてるやつ出てくる。あーオッケ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 ー。このギャラに対してもちろんヘドロウェーブが刺さるわけですね。これ気持ちいいな。ヘドロウェーブで、まあ OK、6割ぐらい削れた。
さあ、ここもちょっとポイントなんだよな。まあ、2、6位の耐久だったら1回ぐらいね、耐えるんでね、これね、あ、てか、お、こっちの方が早かった。ギャラドス振ってないんか、これ。振ってないってことやんな。今のめっちゃアドバンテージだったな、これ。ルカリオ、よし。まあ、ここはもう大地の力を打ちましょう、判定で。このリノキングは、S にね、若干20ぐらい振ってるから、無振りの81族までは、じゃあ4振りの81族抜き調整してるから、あ、てか、最撃、ルカリオの最、ルカリオに最撃残させるやつ、俺以外で初めて見たわ。はい、これももちろん確一。これ、ルカリオで、いや、リノキングでさ、リノキングで、そんなでいけるか、まさか。なんかいいことづくめやな。二度クイーンのあの素早さ調整が生きるのもなんか、めちゃめちゃなんか、久々に見たというか、ギャラって基本振りますからね。コウさん来た。3立てしました。二度クイーンで。これは気持ちよかった。